皆さんこんばんは。8月8日月曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、協賛広告、広告主、ソー TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。はい、皆様改めましてこんばんは。沖縄支局キャスターの、ボギーテドコンでございます。まあ、南の島沖縄、今は夏真っ盛りで、まあ、どこに行っても今観光客の方々がいっぱいなんですよね。まあ、そんな中で今チャイナウイルスが非常に蔓延していますが、まあ、幸いなことに私の周囲ではまだ誰も、はい、罹患していないのが救いかなと思っております。まあ、多くの方々からボギーさん気をつけてよっていうことでね、温かいお言葉をいただいている中、そういったものにかからないようにこれからも頑張りたいと思います。今日もよろしくお願い申し上げます。はい、皆さんこんばんにゃん。はい、先週娘のリリアとお家の周辺で30分くらい一緒にセミ捕りをして遊んでたんですけど、やっぱりリーリーはバサンバサンとやるんで、もう40分やったけど1匹しか捕まえられなくて、この前お仕事から帰宅した時に帰ってきたら、なんかバサバサって聞こえるなって思って、はあ、もしかしてじいさんかなって思ってそーっと見てみたら、お家にセミが2匹転がっていて、はい、多分猫が仕留めてきたんだなと思って、リリーよりも猫の方がセミ捕りうまいのかと思った美咲です。よろしくお願いします。はい、そうですね、もう夏になると、はい、部屋とか壁の上の方に何やらわけのわからない柿の種のね、ちょっと茶色っぽいやつがピトってくっついててですね、はい、これがですよ皆さん、もう本当に不思議なことに一発でね、ほうきで引っ叩いて一発で仕留められたらいいんですよ。うん、ところがこれを失敗すると顔に向けて飛んでくるんですよ。それもね、音が聞こえるんですよ。バサ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 と言って、こう足を広げてこうして羽を羽ばたかせて顔に向かって飛んできて、この辺まで来るとですよ美咲ちゃん、はい、この足のトゲトゲまで見えるんですよ。もうね、こういうのがこの辺にピトッとくっついちゃって、もし首のところとか来たらもうヒーンっていう感じになるんですけどね。まあ、だから私いつも家の玄関にはゴキジェット置いてですね、いつでもプシューッとできるようにやっているんですけど、これ置いてるとまたなかなか出てこない。あ、置くだけですか？置くだけで、やっぱり分かっているのかななんてね、思うんですけど、いやでも本当に最近思いっきり暑くてですね、美咲ちゃん、うちの毛深き秘書もですね、もう本当に息絶え絶えということでございまして、まあ外にいるねバーディー君は風があるからまだいいんですけど、室内にいるナビーちゃんは、うちのイオリはなんとエアコンがついていないんですよ。はい、窓を開けて自然の風を送ってるか、もしくは扇風機で頑張っているんですけどね。美咲ちゃんのところの毛深き秘書さん、娘さんたちはどうなんですか？はい、自分のところもちょっと扇風機代もったいないなと思って、いつも窓を開けて出かけるんですけど、でももう帰ってきたらもう女の子の猫たちもこんな感じで足開いて寝てるから、ちょっと女の子なんだからって言いながらだれてますね。やっぱりね、動物もだれますね、はい、私たち人間もやっぱりだれるぐらい、南の島非常に暑いんですけど、まあ、最近私こんな暑い日に何を食べようかと思って、最近思いっきり凝っているのが、何だと思います？美咲ちゃん、最近お昼ご飯もほとんどこれです。冷やしそうめん。違う。あ、違うんだ。違う。なんだろう、すごいシンプル、うまい。冷やし中華。はい、答えは猫まんま。猫まんま。どうやって作るんですか？ご飯の上に鰹節を置いて、醤油をちょこっと垂らしてこのまんま食べるんです。それだけなんだ。シンプルでうまいんですよ。ね、もう本当にいろんな料理、バイキングとかいろんなとこもありますけど、最近こういったシンプルイズベストという感じでございまして、まあ、こういったのが美味しいということはもしかして夏バテ気味なのかななんてね、思ったりもしていますが、まあ、最近
ね、観光客も増えて私の仕事の方もかなり忙しくなってきたんでね、まあ、ちょっとはうまいもんでも食べてまた頑張ろうかなと思っております。さて、本日の沖縄の声月曜日、まあ、どんな内容のお話かと言いますと、今日はですね、美咲ちゃん、はい、なんとあの、故安倍首相があの暗殺されてちょうど1ヶ月目の日なんですよね、はい、本当に皆さん早いですよね。うん、あれから本当にもう1ヶ月あっという間に経ってしまって、まあ、それについてね、あのちょっとまたお話をさせていただこうかなと思っております。まあ、その後はその沖縄のすぐ隣にある台湾、その台湾情勢の、まあ、続報についていろいろお伝えできればなと思っております。では本日最初のコーナー、いつもの、今週の自衛隊、美咲ちゃんお願いいたします。はい、フリップこちらです。はい、こちらが陸上自衛隊那覇駐屯地に提示されております緊急患者空輸と不発弾処理の復帰後の累計です。こちらが8月8日本日のものとなっております。緊急患者空輸が1万54件、不発弾処理が39,125件となっております。はい、この写真を見て分かるようにとにかく空が青い、で日差しが、ね、強いんでこういった緑の原色っていうのがすごい生えています。さてその内訳なんですけど、緊急患者空輸1万54件、搬送人員が1万418名、不発弾処理実績39,125件、処理した総トン数が1,852トンということでね、あの両方ともじわりじわりと、まあ、増えております。まあ、こういったあの不発弾処理、緊急患者空輸に比べ、まあね、あの最近非常に多くなっているのが、まあ、ある国による、日本の、ね、領空領海への、ね、接近などがあって、まあ、自衛隊の方々本当に今多忙な日々を過ごされていると思いますが、まあ、そういった中でもこの沖縄県民の命を守るための活動、不発弾処理、そして緊急患者空輸、まあ、一日も休まず、まあ、従事されていることに、我々沖縄県民もっともっとやっぱり感謝すべきではないかと思っております。自衛隊の皆様誠にありがとうございます。ありがとうございます。では美咲ちゃん、ここからね今日の本題行ってみたいと思います。今日の本題はこれでございます。トン、はい、故安倍総理暗殺から1ヶ月ということでございまして、まあ、ちょうど1ヶ月前、ね、あの安倍総理が、まあ、暗殺されました。なぜかメディアはこの暗殺という言葉を、ね、使わないんですよね。とても不思議です。なぜこの、ね、暗殺っていう言葉を持ちたがらないのか私には全く理解できないんですが、いわゆる事の重大さを国民に認識させないように、ね、仕向けているのではというふうに、まあ、私は思っているんですよね。で昨今のこの報道っていうのはこの安倍総理の暗殺その背景などには一切深掘りするようなことはありません。例えば犯人の交友関係や、まあ、本人の、ね、動き、そして周りの人の証言などが報道されることも全くありません。じゃあ何が大きく報道されているかというと、この犯人が自分で、まあ、いわゆる自白したという統一教会というね、いわゆる宗教団体のことばっかりをマスコミは多く、ね、大きく取り上げ、連日それと、まあ、自民党の議員たちが関係があるんだというふうに、まあね、炎上させているのが、まあ、現状ではないですかね。実は、ね、沖縄の新聞もそうなんですよ、はい、これでございますと、はい、これはあの8月7日の沖縄タイムズさん、はい、私が撮ってるやつですけど、はい、那覇市旧統一教会が支援選挙活動でと、会合参加は16人ということで、
県内保守政界にも浸透ということで、まあ、この統一教会、はいはい、がいかにもこの沖縄の保守系の政治家にも、まあ、食い込んでいるというような報道をね、この一面トップで上げているんですよ。まあ、私は本当に不思議なことに、実は美咲ちゃん、はい、私ね、沖縄タイムズさんと読売新聞さんからこの件について取材がありました、はいね、本当に久しぶりに新聞社から、はい、まあ、取材があったんですけど、まあ、私が投稿でねちょっととちったのがあったんですけど、はい、それについていろいろ聞かれたんですけど、そういった中で私が一つね、その二つの新聞社に問いかけたのが、なぜ統一教会だけなんですかということなんですよ。もしこういったね、政治と宗教の関係、いわゆる政教分離が問題になってるんであれば、もっともっと多くの宗教団体があるし、それも自民党だけではなく野党の側にもいろいろお付き合いのある人たちはいるんじゃないですかと、まあ、特にこの沖縄の玉城デニー知事は、この前回の選挙の時に、まあ、ある宗教団体の旗三色旗をね堂々と掲げて、まあ、これ選挙運動をしていたんですけど、これについてどうお考えなんですかっていうことを問いかけましたけど、まあ、どちらからも、明確なやっぱり返答はなかったということで、私はこういったところからやはり、この統一教会というものを、マスコミ、そして野党、そして、まあ、日本に救う反日左巻きの連中がいわゆる、保守自民党たたきに最大限に、まあ、利用しているのではというような、まあ、疑念を持っているわけなんですよね。まあ、本来であれば政教分離っていうんだったら、まあ、皆さんもご存知の通り、日本の政党の中には、まあ、宗教団体と本当に密接な関係を持っているところもありますが、まあ、そういったところの話は一言も出ません。まあ、この統一という部分だけにスポットを当て、それと関係のある、ね、政治家すべてが、怪しいんだというような誘導というのはどうかななんてね思っております。まあ、そういった中でこの沖縄の玉城デニー知事、はい、まあ、先日の記者会見で、私は統一教会とは一切関係ありませんと胸を張ってインタビューに答えていたんですよね。はい、普通は本人がそう言ってもマスコミというのはファクトチェックっていうのをやるべきなんですよ。はい、ところがもう本人がそう言ってるから関係ないんだということで、もう全てこれが終わってしまっている。これが自民党だったら本人が否定してもね、根掘り葉掘りあっちこっちから掘り出してきて、これはじゃあ何ですかっていう感じでやるのに、デニー知事のは一切やらないんですよ。ところが、はい、時々ねこの沖縄の声に出演するHK マンゴー仮面、はい、最近はオレンジウォッチャーといってね、はい、オレンジ色の姿をねチラチラ見せてブイブイ言わしているんですが、はい、うん、まあ、彼からとんでもない情報が回ってきまして、うん、はい、実はこの玉城デニー知事に関してある団体がホームページからその投稿を削除していますよと、そのキャッシュを見つけましたっていうことで連絡があったんですよね。うん、それがこれでございます。トン、はい、これ何かと言いますと、はい、世界平和統一家庭連合那覇家庭教会というね、うん、団体のホームページになんと玉城知事の訪韓、はい、玉城知事の訪韓、これ首里城が燃える前の日かな、うん、はい、はい、玉城デニー知事が韓国を訪れてましたよね。うん、その時、はい、なんと韓国でこの玉城デニー知事をねお迎えしたことが写真入りで載っていたんですよ。うん、はい、さて、まあ、お迎えするぐらいですからお付き合いやっぱりあるということですよね。うん、はい、はい、さてこれなんですけど、世界平和統一家庭連合、これって何だろうということになるんですけど、実は
世界平和統一家庭連合とは、朝鮮半島のキリスト教の土壌から発生、文鮮明によって1954年韓国で創設、新興宗教の宗教団体宗教法人、旧名称は世界キリスト教統一神霊協会、略称統一教会なんですよ。ね、マスコミだったらこういったことをきちんとやっぱり掘れるはずなんですよ、はい、でもなぜかいわゆるオール沖縄とかね、あの革新系の人たちが私たちは関係ないって言ったらもうそれで終わり、ところが自民党になると根掘り葉掘りどこまでもどこまでも掘ってね、これは何ですか、関係あるじゃないですかっていう感じでね追及をするという、このダブルスタンダード、やはりねこの安倍総理の暗殺、そこで出てきたこの統一教会という、ね、一つの宗教団体をやはりマスコミや、この自民党を潰したい勢力が最大限にやっぱり利用している、まあ、この暗殺については今詳細については全く、はい、捜査の、ね、進展なども伝わってきません。そしてマスコミも交友関係やその背後関係についても全く報道いたしておりません。そんな中でやはり誰が一番得をしたのか、故安倍総理が暗殺されて誰が得をしたのかと考えると何かとやはり見えてくるものがあるのではないでしょうか、まあ、その一つの、手がかりとして、こういった統一教会のことを挙げつらい、まあ、自民党を再三にやっぱり叩いている人たちやはり何らかの関係があるかもしれないですね。はい、でも本当にあっという間に1ヶ月経ってね、うん、あのそれでもまだどこかで元気にいるんじゃないかなんて思ったりもしています、菅元総理は、まあ、今でもそばにいる気がするというふうにおっしゃっているということですが、まあ、体はなくなっても故安倍総理の思い、その理念は我々の中にずっと生き続いていると私は思っております。台湾有事は日本有事、そういったことを堂々と口にして言える政治家が今後出てくるのか、まあ、そういった政治家をやはり育てていくのは我々有権者自身ではないかと私は思っております。さて、続きまして、次のテーマ、いやこれは本当にね美咲ちゃん非常に沖縄にとっては危険なお話、うん、これでございます、はい、ドン、台湾情勢の続報ということなんですけど、はい、とんでもないニュースが産経新聞から飛び込んでまいりました。これ、はい、産経新聞の8月5日中国台湾問題をめぐり対日牽制を強める日本大使呼び出し抗議ということで、ミサイルを撃ち込んだ側がなぜか日本の大使を呼び出して抗議をしたということでございまして、全く意味が分かりません、さて中国外務省は5日東麗外務次官が4日に垂水中国日本大使を緊急に呼び出し厳正な申し入れを行ったと発表した。 G7 外相の共同声明が中国を不当に非難中傷し内政に乱暴に干渉したと主張、日本に対し台湾問題で重大な歴史的な、ね、在籍を負っている、はい、現業を慎むべきだと批判をしたということで、ミサイルをね美咲ちゃん、はい、撃った側が撃たれた側を呼び出して抗議したっていうんですよ。意味わかります？ちょっとなんかもうおかしな話ですね。これってね、はい、日本は、うん、あの電話でね抗議しただけなんですよ。あ、はいはい、日本は電話で中国に対して抗議しています。ところが中国は、はい、日本の大使を呼びつけていわゆる叱咤してるわけですよね。これって普通皆さん逆じゃないですか、どうしてね我が国は
こんなにもね、あの中国に対して弱腰、何かやっぱり逃げられてるんじゃないかなんてね、私思ってしまいます。そういった中でやはり日本の国会議員の中にもこれをよろしくないと思っている方がいらっしゃいます。佐藤先生でございます。フリップをご覧ください。トン、はい、佐藤正久先生、非常に怒っております。はい、真逆だろうと。弾道ミサイルを撃たれた日本が電話抗議で、撃った方の中国が日本大使を呼び出して抗議とはということで、日本が大人の対応をしている場合ではない、南西諸島に住む日本人を守らないとということでね。いや、これこそ本当に国会議員ですよ。南西諸島、つまり私たちが今いるこの沖縄も南西諸島の一つです。そのね、南西諸島にいる人々を守らないとと、このようにね、堂々とやっぱり発言をされてるっていうことは非常にね、私は心強いと思います。そして佐藤先生、またあのテレビに出演しこういったこともおっしゃっております。トン、フジテレビの日曜報道ザ・プライム、はいはい、それに佐藤先生は出演しまして、まあ、台湾有事の際に沖縄が巻き込まれることを前提に住民の避難計画を作る必要性を訴えたと。まさに台湾有事の際に日本の、そして沖縄の先島諸島も含めて巻き込まれるという前提に立って見ないふりをするのではなく、しっかり現実を見てそういう備え、住民保護も含めてしっかりやってほしいと、はい、そして最悪のシナリオに基づく備えは今からやらなければ急にはできない、もう今からね、そういった有事に備えるべきだということをね、強調したということなんですよね。さて、これあの美咲ちゃん2つの地図なんですけど、はい、まず左側、これ日本の防衛省が発表したあの今回の中共による演習、まあ、その中で発射されたミサイルの着弾した場所なんですけど、なんとね、はい、日本の排他的経済水域内に5発ミサイルが着弾してるんですよね。この辺りは普段は日本の、 あの先島の漁師さんなんか魚取ってたりするようなとこなんですけど、はい、その近くに中国はミサイルを撃ち込んでいます。そしてね、美咲ちゃん、この台北と書いていますけど、はい、これ台湾の首都なんですよ。その台湾の首都の真上を通すようにミサイルを撃ち込んでるんですよ。もうこれ明らかにあの台湾に対する威嚇ですね。そしてこの台北を中心としてどこにも行けないようにこうして演習地域を散りばめて、あの台湾の逃げ道を塞いでるような今回の演習、はい、さて、まあ、この台湾にはなんとあの在留邦人が2万5千人、台湾に日本人が2万5千人いるんですよ。そしてこのね、はい、先島諸島、はい、宮古石垣西表って与那国、まあ、そういった島々の人々を合わせると約10万人いるんですよね、はい、まあ、そういった人たちをもし今後台湾でいわゆる中国の暴挙が発生し、まあ、有事になった場合どのようにあの避難させるか、まあ、これは昔の言葉で言うと疎開と言います。まあ、でも本当にあの佐藤先生がおっしゃるように、もう今からでももし何かあった時には先島の方々、ね、特に台湾のすぐそばにある与那国島、はい、あと石垣、宮古、波照間島とかそういったところの人たちをどのように沖縄本島もしくはあの県外の方にね避難させるかっていう、そういったことをね、これからやはりその地域の首長、それから沖縄県知事、それから国の方、この3者でね、これからきちんとやっぱり立てていかないといけないというふうにね、私は思っております。いや、これは本当にね、笑い話じゃないですよ。あの本当に今回のような、ね、ミサイル、はい、沖縄の、ね、いわゆる、排他的経済水域に打ち込まれているわけです。まあ、そういった中で中国は反省するどころか、
ね、日本の大使を呼び出して日本に抗議をするというろくでもないことをしでかしています。ということは今後も台湾の出方次第では同じようなことをどんどん やってくる可能性があるんじゃないかというふうにね、私は思っております。まあ、そういった中でもし一触即発、はい、いわゆるお互いの武力衝突に火がつくようなことがあれば、まあ、こう安倍首相がお話しされていた、まあ、台湾有事は日本有事、特にその台湾に隣接する我が沖縄県ではこれはね、よそ様の家の火事といって傍観しているわけにはいかないと思います。でもこういったことをね、具体的にまた対策を立てようとすると邪魔をする人たちが絶対に出てきます。それがいわゆる沖縄左翼という人たち、もうこの連中はもうどうにも、ね、根にも葉にもかからないろくでもない人たちなんですよ。で、私この人たちが多分言うはずだというセリフをね、ちょっと想定してみました。これでございます。トン、はい、住民避難計画を策定しようとすると多分こう言ってきます。基地があるから攻撃をされるんだ、だから住み慣れた島から住民を移動させるのではなく、移動すべきは自衛隊と基地である、ギャーギャー、ね、軍歌の音が聞こえる、ギャーギャー、戦前の疎開をまたやるのか、ギャーギャーと平和団体の反発が予想され、まあ、国、県、地方自治体によるこういった有事の際の避難計画に、ね、大きなやはり遅延を及ぼすのではないかと思っております。基地がなければ本当に攻撃されないのか、まあ、ウクライナを見ればわかるんですが、この人たちウクライナの話をすると聞かないふりをいたしますということでね。さてこういった中で美咲ちゃん、はい、中国は大使を呼んでいわゆる、はい、叱ったばっかりではなく沖縄の、ね、近海でこのような行動に出ております。これでございます。トン、中国公船が領海侵入、日本漁船に接近、沖縄尖閣沖ということで、時事通信さんの8月7日、石垣島の尖閣諸島沖で中国海警局の海警2隻が約2時間にわたり日本の領海に侵入、日本漁船に接近しようとしたため海上保安庁の巡視船が漁船の安全を確保し領海外へ出るように警告をしたということでね、まあ、今の日本の法律ではもう警告することぐらいしかできない、うん、まあ、そのまま放ってるとね、美咲ちゃん、この中国のいわゆる海警の船に日本の漁船がもし拿捕されるようなことがあれば、その海域は中国のものであるというね、実績を中国に与えてしまうことになります。さて、まあ、言葉だけではちょっとわからないんで、そのね、普段その尖閣の海域でどのようなことが起きているかというのを写真でお見せします。トン、はい、美咲ちゃん、これ、はい、左側に映っているのは漁船ですね、はい、その漁船の向こうに見える大きな船が中国の船なんですよ、で何をしようかとしているかというと、はい、日本の漁船に近づいてですね、まあ、日本の漁船を拿捕しようとしているのが本当の目的だと私は思っております。これもそうです。海上保安庁がこの中国の、ね、船の間に割り込んで日本の漁船に近づけないように一生懸命ガードしてるんですよ、はい、これもそうです。めっちゃ近いですね。めっちゃ近いですよ、それも大きな船ですよ。怖いですね。なぜかというと向こうの船はもともと軍艦を、ね、白く塗って改造したような船を送ってきてますんで、うん、結構大きな船が多いんです、はい、まあ、そういった、ね、船が日本の漁船にこうしてじわ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 と近づいてくる、非常に怖いことですよね、うん、さてこんな中沖縄県の玉城デニー知事、過去こんなこと言ってました。トン、2019年記者会見でこういったことを言ってます。
中国公船がパトロールしているので故意に刺激するようなことは避けなければならないと。意味わかります？パトロールパトロールですか、あれ。中国の船が尖閣のあの辺りでパトロールしてるから、はい、日本の船はね故意に刺激しちゃダメよというふうに言ってるんですよ。要はするにさっきのね、はい、あの写真で中国の海警の大きな船が日本の小さな漁船にこうじわ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 近づいてくるじゃないですか。これは中国の船パトロールしてるだけだから、日本の船はね漁船は刺激しちゃダメよとデニーさん言っちゃったんですよ。これってミサクちゃんおかしくないですか？おかしいですよね。日本の領域ですか？ですよね。いや絶対に私おかしいと思いますよ。しかしね、玉城デニー知事のいわゆる中国寄りの発言はこれにとどまりません。こういった発言もしております。トン、これ2020年、まず中国が沖縄県を侵略している事実はありませんと言っているんですよ、ね、中国の船がいわゆる尖閣諸島のこう日本の領海内に入ってきている。でもそれは侵略じゃないって言ってるんです、侵略じゃない。どっかが侵略なんですか ね領海の中に入ってきても侵略じゃない、ね、パトロールしてるだけだから。どうですか美咲ちゃん、ちゃんとデニーさん侵略の言葉をググってみてほしいです絶対におかしいですよね、はい、うん、どうですか皆さん、この沖縄県知事の発言、まあ、ところがね沖縄のメディアっていうのはこういった発言もあまり大きく問題視することはなかったんですよ、うん、ただ八重山日報さんはちゃんと取り上げていました。これでございます。トン、はい、当時の八重山日報の記事、尖閣侵略の事実はない、知事ツイッターで発信ということでございましてね、はい、いやでも本当にね、玉城デニー知事の離島軽視は前からよく言われていることなんですけど、まあ、離島っていうとね10万人の方々住んでるんですよ、まあ、そういったところにこうして中国がですね、まあ、堂々と領海の中に侵入し、まあ、そこで漁業をしている沖縄県民をいわゆる拿捕しようとしている、それをね海保の方々が現行法の範囲内で一生懸命ねやっぱり守っているんです、ね、海保の方々命がけですよ、ね、それなのに中国の船はパトロールしてるだけだから領海の中に入ってきても沖縄を侵略してるとは思わないと。いやこれってね、私はあの沖縄140万県民の命を守る知事としては非常に不適切なやはり発言であり、見識を疑うとしか言いようがないですね、まあ、普段は、ね、中国との仲がいいことを自慢しまくってる玉城デニー知事ですけど、まあ、今回の、こういったミサイルの、ね、はい、沖縄近海の着弾ね、その漁師さんが言ってるかもしれないの海に5発のミサイルが落ちたことについて、あの中国に対して抗議したかなっていうとそういったことは全く見えてこない、いや本当に見えてこないんですよ皆さん、ね、ただ先日の報道でこういったことを言ってました、うん、トン、中国側がミサイル発射を繰り返さないよう日本政府に働きかけると。もう一回言いますよ美咲ちゃん、意味わかります、はい、中国側がミサイル発射を繰り返さないよう日本政府に働きかけるということね。つまり中国がミサイル発射してるのは日本政府のせいなんでしょうかね。いや本来だったら玉城デニー知事が中国政府に言えばいいんですよ。だってねこの今の玉城デニー県政、もし沖縄で米軍が何かやったら電話で抗議とかそういったことしないですよ。県庁にね4軍調整官呼びつけてね謝罪させるんですよ。そしてあの随行員もつけて高いね費用を払ってアメリカに行ってアメリカでねそこで会った人たちに
アピールしたり抗議したりします。わざわざアメリカにまで行きますよ、玉城デニー知事は。ところが中国に対しては直接何も言わない、ね、それも中国がミサイルを発射して日本の排他的経済水域に着弾しているのに日本政府に働きかけるって、これってどうでしょう皆さん。やはりかなりお門違いじゃないかというふうにね、私は思っております。しかし玉城デニーさんこういう、ね、発言の裏にはやっぱりこういったものがあるんですよね。写真をご覧ください。トン、いやーすごいですね美咲ちゃん。はい、このように中国の偉い方々と一緒になってね、ニコ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 しておりますが、真ん中に座っておられますのはもう中国が大好きな河野洋平さんという方でございます、はい、そしてこの写真どうですか美咲ちゃん。真っ赤っかですね後ろが。真っ赤っかですよ、はい、もう中国の、ね、外相ともニコ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 してこう写真に収まってる玉城デニー知事、アメリカには強硬にね抗議したり呼びつけたり、アメリカ本国にまで出かけていく知事が中国にものが言えないのはやはり、こういった理由があるからではないかなというふうにね、やっぱり私思ってしまうんですよね、まあ、このように美咲ちゃん中国と仲がいい、はい、はい、もうそっちを中国に行ってね、玉城デニー知事前は中国に行って何を言ったかというと、まあ、この中国が今、世界を支配しようとしている一帯一路という一つの戦略があります、まあ、これは世界中のね、金銭的インフラのやっぱり整備されていない貧しい国に中国が行ってですね、そこで、お金を貸し付けてインフラ整備とか港なんかを作ってあげると、でお金は後で返してねなんですけど、返しきれない時にはその国のインフラを乗っ取っちゃったりするんですよ、はい、港のね権利を自分たちのものにしたり、いわゆる中国の世界支配の一つの手なんですけど、それをですね玉城デニー知事は中国に対し沖縄を一帯一路の入り口として活用してほしいと、もう一回言います、沖縄を一帯一路の入り口として活用してほしいと、ね、この沖縄をそして沖縄県民をこの中国の世界制覇の一つの戦略の中に差し出したわけなんですよ。これについて沖縄のメディアは何の問題視もしなかったですね、はい、そして中国の要人に対し沖縄に来てくださいなんて言ってましたけど、本当に当時この沖縄っていうのは観光客、ね、1000万人ということで、まあ、デニーさん鼻高々になっていました、まあ、インバウンド華やかし頃で、まあ、沖縄中に、まあ、中国人の方々があふれ爆買いし、どこも、ね、中国人の人たちがいて、居酒屋そして薬局いろんなところがボロ儲けしている頃です。もしチャイナウイルスが蔓延しなければ、うん、今頃この沖縄っていうのはまあ、武力を用いない、ね、侵略ということで、まあ、経済的に私はこの中国に占領されていたんじゃないかというふうにね、ちょっと今になるとゾッとする思いがするんですよね、うん、まあ、インバウンドが停止されて沖縄ではいろんなお店やっぱり潰れました、はい、特に薬局など ね、 大きなところどんどん閉まっちゃいましたし、うん、美浜では、こういったインバウンドが、ね、停止されたことで、そこが薬局が入っていた建物が身売りして、まあ、そこにあった観覧車まで壊されちゃってね、いろんな影響が出ていますが、もしそのまま、まあ、中国のいわゆる経済的侵食がね沖縄に来ていたらどうなっていたんだろうと、まあ、前々から、沖縄では、旧あぐら牧場があった、石垣島の近くの島や与那国島に中国人が入り込んで島を丸ごと買おうとしたり、与那国島になんとね、いわゆるゴルフコースとリゾートを作るということを持ちかけたり
していたんですよ、はい。まあ、こういったこともありましてね、あの中国というのは金に物を言わせて、日本の国土を、ね、こうして着々とやはり侵略をしている、まあ、特にこの沖縄そして北海道なども、ね、非常に多くの土地が、まあ、中国に買われています。で沖縄の軍用地も中国人に買われているという、ね、話もあります。まあ、政治家の方々にはこのように安易に日本の国土をやっぱり外国人に買われるようなね、ことはやっぱりさせない、そういった法律をねやっぱり早急に作るべきではないんでしょうか。まあ、このまま日本がねそういった外国にどんどんまあ切り取りそして買われていったらこの国っていうのは本当にバラバラになってしまうのではと私は非常に危惧をしています。まあ、そういったところをきちんとやはり危機意識を持って法改正をし日本を日本人の手に取り戻すというそういった気概を持った政治家を我々有権者はやはり選んでいかないといけないのではないでしょうか。はい、ということで今日もね美咲ちゃんあっという間に時間が来てしまいました。はい、いやしかしね本当に今日もいろいろ喋ることが山ほどありましてまだまだあるんですけどね。まあ、今日はあの一番最後に、この沖縄の夏の風物詩をねちょっとお見せしたいと思います。はい、では皆さん、ご覧ください。はい、これは美咲ちゃん実はあの美浜の、はいはい、デポアイランドの向かい側に上がる花火なんですよね。はい、でこれはあの毎週金曜日と土曜日の夜8時にこうして花火が打ち上がっています。はい、これはあの最近からではなくて、あのこのコロナが蔓延し社会が非常に停滞している中、まあ、北谷町が、少しでも、ね、沖縄の人たちを元気にしたいということで毎週土曜日花火を打ち上げているんですよね。でこの打ち上げられる花火の時間は約3分。はい、3分間も次々にこのように花火が上がりまして、めっちゃ綺麗。これあの海岸から約100メートルぐらいのところで打ち上げてるんですけど音がすごいんでね中には泣く子供もいるんですよ。びっくりしますね。でこの前私これあのちょっと見に行ってね非常に感動しましたけど、めっちゃ綺麗。海沿いにはねあの地元の方々だけじゃなくて、まあ、観光客の方々もたくさんいまして、もう本当にこの沖縄の夏をね、まあ、満喫していたっていう感じですけど、ぜひ美咲ちゃんもね、はい、あのリリアちゃん連れて、はいはい、こうして見に行くと非常にいいんじゃないかと思います。でこのインバウンドの頃はこういった花火の見学もねなかなかやっぱりできなかったんですよ。はい、つまりこの沖縄のねオーバーキャパシティっていうね、うん、はい、オーバーキャパシティ観光客の数があまりにも多すぎて全くね観光地に行けないような状況は続いていましたが、うん、まあ、今はこうして観光客のね数が少なくなったせいか地元の我々ものんびりこういった花火を見ることができるようになっております。はい、ということで本日の沖縄の声最後は花火を皆様にお見せし、これにて終了したいと思います。では皆様来週またお会いしたいと思います。本日もありがとうございました。